はい、こんにちは、リジェクター DQ10 がお送りしますリックジアスですね、マグマグ第54回ということで、冒頭はですね、このアルマータ2体目ですね、2号さんです。こちらアルマータ2号さんと結婚、ということで、これトータル17人目になりました。着々と花嫁がどんどん増えております。一夫多妻制、ハーレム状態ということで、まあ前の動画でもね、1号の方は、まあ、同じこの内容で結婚しまして、こちらももうレベル99になったということで、ダイヤの指輪がね、ありますし、原石も着々と溜まってきております。これを私に、ありがたく頂戴いたします。今以上におそばに置いていただけると、これ以上の幸せはありません。はい、ということですね、アルマータ様第2号ということで、これで部隊もねだいぶ戦力が、結構セカンド部隊みたいな感じで作れると思いますんでね。異常なしであります。はい、続きまして、今やっておりますレンジャー家庭花嫁修行その2というイベントなんですが、ご覧のように、イベント指令は終わりまして、あとはもう露覚ですね。露覚が今 79% ということで、あと何体でしょう、あと41体、露覚すればこの露覚レンジャー起床っていうんですかね、これがもらえますね。はい、ということで頑張ってやっております。あとは目標的にはこの十八ちゃんをですね、あげて、この人とも結婚していきたいと。ご覧のようにアイテム交換もルビーの原石10個もらいました。エメラルドの原石10個もらいました。 SP 製造剤がトータル全部で3つ全部もらいました。残りはもうこの金のチャーフィーちゃんを10回、もらったら、まあほぼ、まあ、銀のチャーフィーはありますけども、銀と銅は無制限なんですかね、まあとりあえず金は欲しいなって感じで、目的としましてはこの10八ちゃんを上げていきたいという感じなんですけども、今どれぐらいですかね、70前後だったですかね、まだね。まあ頑張っていきたいと思うんですけどもね。はい、で、イベントの方も B3 日か4日周期で変わるんですけどもね、 B が出てまして、これももう全部終わりましてですね、エリア的にはもうクリアしております。で、適当にですね、まあ、ウィキの情報も見ながら、チャーフィーがたくさんとか、銀とか金とか、白金が出そうなところを回って相当しておりますが、これは外れというか、マグマ軍しかいないですね。で、市ヶ谷愛さんが今、レベル147ですけども、改造できないので、この人はあんまり出てこないので。なかなか愛情度がね今6700ぐらいですかね、やってるんですけどもね、まあもし、まあ、カンストしたらですね、次はカテコー、カテリーナを露覚要員にしようと思います。この間ちょっとお試しでやったら、かなりの確率でマグマ軍には強いということでね、まあ、武器娘はこういった春日井さんとか市ヶ谷さんとかの方がいいのかなって感じがしますけど、ただこの3人は職種が露覚ではないので、前も言いましたけども、大宮ちゃんとかですね、ああいう露覚の得意な人を取りました。得意な人を露覚要員に したいなっていう感じですね。とりあえず今はこの3人レベル上げもありますんでやってますけどもね、まあレベル、お、調子がいいですね。レベル高めの人でという感じですね。これはマーチですね。これはよく普通のイベントで出てくる BGM ですけども、ダメですね。
これはもう潰してしまいましょうかね。誘導弾です、ね、いう感じで、この勝利全て、うん、まあ、ここのエリアが750ぐらいですかね、うん、もらえるということですけどもね、はい、どの大隊を出撃させますか。第二部隊、ここはマグコ、早く撃たせてくれ、椿ちゃんの部隊ですけどもね。で、ま、何でしょう、この兵、この兵も六角が強いんですけども、火力も強いので、今は武器を積んで、お、3つ出てきました、武器を積んで戦っております。強いですね、この衛兵はね、うん、鹵獲も強いということで、とりあえず鹵獲部隊は、うん、カテリーナにしてますけどね、で他の駐屯地娘に96式装甲車とか中距離多目的誘導弾を装備させてという感じですね、うん。まあ、ここはマグマ軍、こういう場合はマグマ軍をもうカットしていくと、うん、で銅のチャーフィーが3体残って、これを鹵獲していくんです。結構なんでしょう、なかなか鹵獲できないですね。まあこのカテリーナなら、カテリーナでもちょっと厳しいですね、うん。で攻撃はしてこないんですけども、なかなか、あ、こんな感じでいければいいんですけどね、ちょっとこれは壁をしとかないと、うん、あ、ダメか、壁をしとかないと解かれちゃいますね。こうやって隣接していかれるとちょっと辛いですね。あ、ちょっとチャンスが、ちょっとやり方間違えましたね。一回チャンスがあったんだけどな、うん、叩く前に一回できたんですけどね。カテリーナと大宮ちゃんでしたかね、ここ。あ、違うな、神の御加護を。カテリーナと誰か鹵獲できる人がいましたからね。ここは第三部隊ですかね、うん。まあこんな感じで、やってるんですけどもね、ここはおっと銀が出ましたね、うん。神に代わり裁きを。まあ先ほど結婚したこれアルマータ2号さんですね。で、サバエさんもまあまあ強いですから、うん、サバエさんも確か結婚したと、あ、しましたね、うん。まあ、ここはちょっと大宮さんは鹵獲得意ですけど、お、来ました。レベルがどうですかね、どうでしたかね、ちょっと覚えてないですけど、75ぐらいなんですかね。うんと、このブラートがちょっと危険ですね。鹵獲ができれば鹵獲してしまいたい。お、できましたね、うん。あとはこの辺を削っていって、まあ倒しちゃいましょうかね。うん、このツングースカがを倒して、あとは銀だけですね。銀も攻撃はしてこなかったと、お、一発ですね。はい、3対鹵獲と。うん、いう感じでポイントを貯めていってという感じですね。4000ポイントで金チャーフィーが1体ですからね、結構まだ時間かかりますね。で習字も更新されましたんで、そっちも、うん、銀のチャーフィー、うん、考えながらやっていかなくちゃいけないなって感じですね。こちら、はい、異常なしであります。ということで今日のマグマグハテナ図鑑ですけども、第53回、今駐屯地娘やってますけども、何がマグマグ図鑑なんだって感じしますけどね。この方ですね、鯖江静香さん、うん、最初に出てくるキャラクターですけど、あ、キャラクターボイス伊藤かなえさん、うん、カテリーナと一緒だ、
ちなみに福井県では唯一の、すごいですね、声優さんも喋り方をうまく使いますよね。はい、こんな感じで、青が似合いますね、メガネと青って感じですね。ちょっと体弱いかなって感じで、うん、でも頭はいいんですよね。で、胸元もまあこんな感じという感じです。はい、また新しいネタが思いついたらアップしたいと思います。はい、はい、ツンツンということですね。はい、それではまたお会いしましょう。さよなら、どうも。はい、さよなら。